そうしたらね、まず最初はやってみましょう。これ、はい、ファンタムのスピナーベイト、BT スピナーベイト、スウェージ。なるほど。2分の1なんです。なるほど。ちょっと重め。あ、タックルは、タックルはワイルドサイドの 65MH、うん、ブロックのやつに、うん、メタニウムエンジェルのノーマルギアに14ポンドフロロ。なるほど。いきます。やってみましょう。はい。集めてきた。やばいけど、まあ一応マイテスレント機用にこっちのビーバーも用意してる。まずはこれで様子見やね。様子見、様子見で。ちゃうちゃう相当浅いんやつ。2分の1やったら、ああそう、2分の1か。おお、カーブホール中、気持ちよすぎる。巻いたら気持ちよすぎる。巻いて釣れるのはいいね。ちょっとやっぱレンチが下に下がったのかな。そうやな、圧倒的。やったね、一発目や。ナイスフィッシュ。こないだグラスロッドでしょったけど、うん、こうやって落として釣る釣り方、うん、やったらグラスの良さが逆に死んでしまうんで、あ今日はこの フロックロッド、うん、はい、1本目ナイスフィッシュ。ありがとう。やったー。どうだった今の。さっき君引っ掛けたやん、ちょっと。ほんでそっからちょんと落として、うこうカーブフォールさせようったんって、うレンジが分からんから。うほんなら結構下の方で、うドゥンってめっちゃ重かったよ。あ、そう。ドゥンって、あのドゥンってね、ドゥンドゥン。あれやな、こういう攻め方するんやったらトレラックいらんねん。あまけど一応ショートバイト。なるほど。TNS トレーラー、トレーラー並木さんが作ったやつね。そう、これね、全員くん。マジか。もう触れたらギルでも刺さるけんな。分かった。ギルつったけんな。あスピナベでなかなかやろ。もう一回、もう一匹来るかな。来るかな。ちょっと涼みとんな。このね、スピナベさ、うんうんうん、下にここに重りがついてんって。おだけど立ち上がりがすごい、落ちたらすぐプンって。あ、ここに重りがあるけん。お使いよってわかる。うん、うわ、亀だった。もうこのようになったで。どういうことやす。たまたまフィッシュ。場所変えてみる。じゃあそっちに。そうやね。いないね。うん、いつも怖いわ。それは何？何が？何をリグってよ。フリーリグやで。フリーリグ？うん。何の？ビーバー、またビーバー作ってないけど。ドライブビーバーの
3.51、 うん、釣れそうやね。釣れそうやな、うん、連発じゃん。見せてそれパッケージ。アメザリ、アメザリの中にちょっと色が違うやつを何個か入れてる。ああ、3.5？ なるほど。4でもいいけどね。うん。そのバッグ結構入るよね。なんだかんだ2つ入れといてでかいです。ね。やったね。そこで巻いて食わんかったのに、うん、これ落としたら一発。マジか。ドライブビーバーで、ドライブビーバーのフリーリグ、うん、フリーリグ上顎バッツリバッツリ、うまいね。 DAS オフセット、なるほど、完璧じゃね。ね、 3.5 インチかな。うん、しゃあ、ナイスフィッシュ、ありがとう。よっしゃー、来た。はい、ドライビーバー、ドライビーバー、バレン、ここは撮ろうぜ、写真。7gとか軽いやつよりかはさ、うん、重いフリーリグのシンカーの方がドンって釣るとき分かりやすい。あー、半、なんていうの、感度が。あー、風が強くて、うん、スピナブ巻きたいけど、うん、こっちじゃないと食わん。あけどラインが流されてる。困った困った。よそ見したやろ。撮ったの。なんかおかんかったな。なんかギルっぽかったけど。けどそれにしては強かった。よそ見しとった。こいつか。お前か。お前か。ビーバー泥棒やった。ビーバー泥棒。ビーバー泥棒やった。捕獲やな。下顎。まあ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 。そうだね。まあ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 。じゃね。はい。めっちゃ外走ってて今。これこれか。この子か。この子か。やつ。刺さる気ないし。はい。はい。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっとね、雨降り出して。そうだね。もうできんようになったね。うん。で、今日、一匹目釣ったのがこの、スピナーベイト、うん。スウェイジーってやつ。ほう。バンタムの、シマノの。うん。これの、これで一本釣ったんやけど、その後全然反応がなくて。うん。で、その、このスピナーベイトを通した後のとこに、うん、このビーバーのフリーリゴを入れたら、うん。2匹ほど、まあ可愛いけど、うん、釣れたんで、うん、まあそういう日かなと。あんまり巻いて食わん。3匹、3匹やな、3匹、うん、食わん日なんだったんかなみたいな、うん、まあだけど3匹釣れたけどでしょ、まあ、でもなんでやろうね、スピナーベイト通してダメだったところにビーバー入れたっていうのはどうして、うん、フォローみたいな、うん、まずどっちが反応がいいかっていうのをまず見たくて、うん、一応投げたいんやけど、うん、まあ、そのままこのスピナーベイトを巻き続けてもよかったんやけど、まあ、うん、こっちなんかと正解かな、うん、なるほどね、感じかな、なるほど、はい、さあ、じゃあもう帰りましょうか、はい、お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした、ご視聴ありがとうございました、次回もお楽しみに、チャンネル登録よろしくお願いします。